どうも皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中の人エルザです。今回は現在復刻中の氷最強アタッカーケイリーについて、持ち公演水なしの使用感などを紹介したいと思います。数少ない氷壊滅のアタッカーがやっと来ましたね。ずっと欲しかったキャラだったので、今回はこちらのキャラクターをメインのアカウントで使っていきたいなと思います。あとはキャラ登場からしてあまり劣化していないっていうキャラでもありますね。ずっと強いキャラクターです。しかもアタッカーなのに SP を抑えながら火力も出せるっていう優秀なキャラクターとなってます。そんなケイリーを無凸持ち公演水なしで、現在の使用感や装備関連など性能面などについて紹介をしたいと思います。それでは解説していきましょう。それではまずはケイリーの性能と特徴を見ていきたいと思います。ケイリーの特徴としては、通常とテンパクを切り替えながら戦うのが特徴で、他のアタッカーよりも行動回数が多くなる傾向になるアタッカーとなります。まずは通常モードとテンパクの違いについてですが、攻撃方法の他の能力値も変化が起きます。通常モードとしてはスキルが単体攻撃になる、スキルと必殺技で作防を獲得、スキル発動時行動順が 10% アップするっていう風になってます。通常時に関しては単体特化のスキルというところになりますが、スキルの使用で行動順が 10% 上がるので早めに行動することが可能です。意外と通常モードは火力は落ちますが、速度の維持ができるっていう感じですね。続いてテンパクモードです。テンパクモードに関してはたくさんの効果があります。まず会心率 40% アッププラス行動順が 100% アップとなります。続いてスキル攻撃から単体から拡散の強化攻撃になる、SP を消費回復せず拡散攻撃と必殺技のみ行える、攻撃時味方の HP 4% 消費し消費量に合わせて攻撃力がアップ、効果抵抗が 35% アップ、必殺技の余ダメが 25% アップとなります。強化状態に入るといろんな恩恵をもらうことが可能となります。これが非常に強いです。ステータスアップ系が多いので、強化状態になったらなるべく攻撃を優先的にさせたいというところですね。またテンパク中は味方の HP を徐々に削っていきますので、長期戦の際は注意して見ておくようにしましょう。その他の特徴としては必殺技の発動で作防を1つ獲得というところです。テンパク発動のために使用するのも有効的な方法なんですが、使うタイミングによっては火力アップにつながります。なるべくテンパク状態の時に使用して作防を獲得し3層にするようにしましょう。またテンパク状態で使うと必殺技の余ダメの恩恵も受けれるので、火力を最大限に活かせるっていうのもありますね。他のアタッカーに比べると速度の高いアタッカーで火力を出せるのが魅力的なのが特徴となります。 SP も抑えやすく扱いやすいと思いますので、ぜひ特徴を抑えながら使ってみてください。それではケイリーを使っていく上での注意点について話しておきたいと思います。話したいのは主に3つですね。1つ目は徐々に HP が減っていくので耐久面が不安。ケイリーのテンパク状態に関してですが、メリットばかりではありません。周りの味方の HP を減らす効果があります。これはケイリーの行動が増えれば増えるほど負担が多くなってくるので、 HP 管理は非常に大事という部分ですね。しかも対象の味方は全員となりますので、全体回復持ちなどを入れておくようにしましょう。孫悟を採用した場合は長期戦に向かないこともありますので、ヒーラーの方が相性が良かったりするっていうのがありますね。続いて2つ目、必殺技のタイミングが大事。ケイリューに関しては他のアタッカーと違って必殺技のタイミングはとても重要です。これは強化内容の攻撃力アップと必殺技余ダメアップ、作防獲得の3つの恩恵を受けるためとなります。必殺技の火力を最大限出すのであれば、テンパク状態になった時に使うのが一番効果的となっています。またこれは手動の場合だとそこまで気になりませんが、オートの場合は適切なタイミングで使わないっていうことが多々あります。オートクリアが余裕でできる状況であれば気にしなくていいんですが、エントコンテンツなのではなるべく手動をするようにしておきましょう。3つ目は、秘技は 100% 凍結ではないっていう点です。秘技に関してなんですが、戦闘に入る前に敵を凍結させて動きを封じ、そのまま戦闘に入るという凍結を付与することが可能となってます。ただしこの凍結の効果は基礎確率 100% となっているので、必ず凍らせれるわけではないんですよね。なので凍結よりも EP15 回復と作防獲得をメリットとして考えるようにしておく方がいいかなと思います。
ただ凍結自体は結構強い性能なので、フィールドマップなら積極的に使っていくのは全然ありだと思います。経理について注意したいことは以上となります。主に天爆状態の話でしたが、タイミングが大事なキャラとなっています。必殺技や味方の回復など意識をして使うようにしていきましょう。それではエンドコンテンツに関して活躍具合を見ていきたいと思います。まずは裏庭ですね。裏庭に関しては氷アタッカーが不在なら確実に活躍するキャラクターとなってます。意外と氷キャラ弱点って多いですからね。ヘルタや元凶などっていうキャラクターがいますが、速度が速く火力を出せる軽流の方が圧倒的に強いなっていうところです。特に軽流の方は速度が速いので、ターン制限があるバトルでは力を十分に発揮できるので、とても適性が高いと思います。また氷接待が今来てますので、そういった意味でも相性がいいですね。続いて虚構女児です。続いて虚構女児に関してですが、ルアンやヘルタなどキャラの揃え方次第で大きく変わるなと思います。軽流単体だとどうしてもヘルタよりも攻撃できる相手の数が少なく、取りこぼしが増えるってことが多いんですよね。現在は氷ならヘルタの方が適性が高いので、ヘルタと合わせて併用したりすればより楽になるかなっていう部分です。軽流の場合はどうしても拡散攻撃で3体攻撃は限度となりますので、ターン数に追われやすいところが難点でしたね。まあ、ただもともと火力が高いキャラクターなので、味方のサポートとかをうまく使えば十分適性はあるかなと思います。ただ既存のヘルタよりは低いなっていう印象ですね。続いて模擬宇宙です。模擬宇宙に関しては問題なく使えるといったところですね。そもそも祝福次第ですので、ある程度ご利用しができるかなと思います。記憶の祝福もうまく使えば凍結で相手を抑え込むこともできるので、その点は強いかなっていうところですね。ただ氷弱点のボスが少ないので、途中で氷弱点不要なデバフが取れるかは相性が大きく変わるかなと感じました。エンドコンテンツに関してはそもそもの性能が高いので活躍はするっていうところです。ただ氷相性がどれだけ刺さるかっていうところですね。このゲームどうしても相性の部分が出てくるので、その相性次第かなっていうところです。特に模擬宇宙に関しては氷弱点のボスが少ないですからね。確実に虚数弱点がいる模擬宇宙とかなら陰月の方が適性があったりしますので、このあたりは仕方ない部分かなと思います。でも組み合わせ次第では非常に強いかなというところですね。まあ、こればかりはキャラ特性というよりも環境に合わせれるかどうかというところかと思います。それではキャラ相性と編成を見ていきましょう。まずは理想の編成から見ていきたいと思います。軽流、ルアン、ブローニャ、ラセス、こちらが今の理想のパーティーとなってます。結構編成難易度高いですよね。で、ある程度 SP を管理しながら戦うことがいいので、バランスの取れた編成と言えます。特にブローニャに関しては 100% 行動順を引き上げてくれるので、軽流の速行動が狙えるのが魅力的です。一番は初動天白が狙いやすいっていうのがいいですね。続いてルアンに関しては弱点撃破の効率と火力を大幅にアップしてくれるので、火力の安定につなげれるということができます。この部分はもう軽流の底上げ部分ですね。で、最後ラセツに関しては SP を抑えつつも回復とデバフでチームの安定感に貢献ができるヒーラー枠というところです。で、この編成に関しては結構難易度が高いところもありますね。ただルアンを抜いて花火でキャリーするというのもなかなか面白い編成もありますので、こちらもありかなと思います。その他の相性のいいキャラとしてはペラ、ホホ、ジン、テイウンとなります。ペラに関しては防御力ダウンを狙えるのでアタッカーと相性がいいです。4突すると氷耐性ダウンもありますので、軽流とさらに相性が良くなっていきます。ホホに関しては回復とデバフだけでなく、必殺技により EP 回復と攻撃力バフを付与し、火力もアップができるようになってます。羅刹枠に近いところですね。で、ジンについては HP が高く軽流の天白の効果を高めてくれます。ケイリーの天白に自傷ダメージでチャージができるのも相性がいい部分ですね。テイウンに関しては攻撃力と EP 回復ができるため、火力の底上げでなく天白の維持にも貢献ができるという部分です。基本的にケイリーの天白の発動と維持を意識して編成を組むと相性が良くなるというところですね。まあ、今のところ相性がいいキャラとしてはこの辺りになるかなと思います。続いて異物や公園水について話していきたいと思います。まずは公園水からですね。公園水は持ち公園水の好みは剣なりが相性がいいです。耐震ダメが上がる公園水ですが、余ダメや防御無視など軽流の火力をさらに上げてくれる性能があります。これはね、手に入れれるなら欲しい公園水だなっていうところですね。
続いてはアイオーンですね。単純に性能が高く、ヘルタショップでも交換できるので、扱いやすい高円錐というところです。装備キャラの攻撃によってバフの蓄積ができるので、速度の高い軽竜とは相性が良くなっています。続いて星4です。星4に関しては7種の逃げ話で、星3の典型も意外と相性が良くなっています。典型なら簡単に突もできますので、どれもないという時は装備しておくといいかと思います。続いて異物に関してですが、属性と回心ダメージを意識するといいかと思います。基本的に雪の密林の狩り移動を4セットと星々で調整するのがいいですね。星々の回心率 70% の条件に関しては、天白状態の回心率アップを活用すれば容易に達成できますので、結構難易度はね、低めになってるかなと思います。回心率は 50% 程度に留めて、回心ダメを伸ばすように育成をしていくとより強くなっていきますね。また編成によりますが、デバフ編成で常にデバフが付与できるなら、止水と星々っていうのもありです。理論上はこちらの方が火力が出るようになってますが、編成やデバフ管理が大事になるので結構大変ですね。手軽に育成するのであれば、先に紹介した狩人の4セットと星々を揃えるようにしましょう。メインステ、サブについてはこんな感じです。回心ダメ、速度、氷属性、攻撃っていうとこですね。カブステに関してはなるべく回心ダメをガンガン持っていくっていうところになります。それでは目指したい理想のステータスについてです。 HP は3400以上、防御力は800以上、攻撃力は2600以上、回心率は 50%、 回心ダメージは 220% からとなります。回心率は50ぐらいでいいんですけど、回心ダメと攻撃力を上げれるかによって軽竜自体の火力に変化が起きるっていうところですね。なかなか回心ダメを持っていくのが難しいのかなと思います。それでは最後にガチャの判断をしていきたいなと思います。今回は軽竜をおすすめしたい人というところですね。まずおすすめしたい人は、限定捕食アタッカーを3体以上所持していないというところです。まず限定捕食アタッカーを3体所持していない人に関しては、軽竜を引くっていうことは非常にありなことだなと思いますね。そもそもスターレイルは弱点属性のアタッカーをそれぞれ3体ぐらい持っていれば属性対応ができるっていう部分があります。特に軽竜の場合はトップクラスのアタッカー性能になっているので、引くには十分な性能となるんですよね。また氷アタッカーが現在不在っていうのもありますので、育成もまだという方は手間をかけるなら軽竜に時間をかけた方が強くなるのでおすすめかなと思います。続いてジンとルアン持ちで編成に余裕があるという方です。ジンと軽竜に関してですが、とても相性がいい組み合わせとなってます。ジンの被弾蓄積には軽竜の HP 減少も含まれるので、高速でジンの追加攻撃を発動することができるんですよね。ジン自体は非常に強く独立したアタッカーとしても活躍できますが、さらに強くすることも可能なのでおすすめというところです。さらにルアンがいれば耐性貫通でご利用しもしやすくなるので、火力を伸ばすなら相性がいいキャラというところになってますね。そして最後はいつも通り星の人です。ストーリーなどをして軽竜が好きになった人は引きましょう。個人的には軽竜は実装で一番引きたかったキャラというところですね。ですが当時はメイン赤では引けなかったので後悔しているところです。引けるならぜひ引いておきたいというところなので引いておきましょう。僕はサブアカでなんとか引けたので発作は抑えれました。個人的にはこの3つのどれかが当てはまるなら引くのはありだなと思います。軽竜自体が強いということもありますが、何より氷アタッカーを確保できるのが非常にありがたいです。それではおすすめの話もしたので、自分がガチャを引くかどうかの話も今回したいと思います。個人的には軽竜は引きます。理由としては2つになります。1つ目は氷の強力なアタッカーが欲しい、2つ目は持ち公演水なしでも強いの2つです。まず僕自身のキャラ取得に関してですが、そこまでキャラに固執していないこともありますので、必ず課金するってことはないです。その点だけは理解した上でここから聞いてください。個人的にはいかにエンドコンテンツをクリアするかを重要視してます。そのため弱点をつける軽竜っていうのはとても欲しいところなんですよね。特に氷弱点の高難度ボスはヘルタなどでは代用が非常に難しくなっています。もちろん虚構除地に関しては適性はヘルタの方が上です。そもそも対応することが違うっていうところなんですよね。そういった点を考えると、今後いつ氷のアタッカーが出るか不明なので、今のうちにゲットしたいというのがあります。結構ね、氷ボスに関しては時間がかかってしまうので、
個人的には軽流はかなり大事だなっていうところですね。また持ち公演水なしでも強いっていう部分に関してですが、なくても火力を出すことが可能で、同じ最強アタッカーの黄泉、陰月よりも公演水依存度は低いと思ってます。このこともあり、所持しているだけでそれなりに強くできるのは魅力的なところだと言えますので、ガチャを引きたいっていうのが個人の意見となります。公演水ね、どうしてもアタッカー持ち公演水ないとっていうところがありますが、そこに依存しないのは非常に優秀な部分ですよね。なので僕自身は軽流はかなり引きかなと思ってます。ということで、ご視聴ありがとうございました。今回の動画楽しかった、役に立ったという方がいましたら、よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。